か。どうも、ヤーレンズです。お願いいたします。何すんの今日は。今日はですね、うん、リベンジ企画第2回タバコオーディションということでございまして、ニョーンって飛ばしてるけど、何第2回って。前回の動画ね、見ていただいたら分かると思うんですけど、うん、僕が吸うタバコを決めたじゃない、うん、俺が決めたやつだ。そうそうそう、うん、で、決まったタバコこちら出た。いいね、ジョーカーのカルマ、うん、まあ、決まった以上吸ってたんですけど、喫煙所で格好の餌食って芸人たちの。お、何吸ってんすか、うん、これをさ、このいい長いよ、長い黒い、うん、もう一目で異常だってバレるからさ、うん、いいじゃん。何が不服になるの。疲れんのよ。え、出番前に散々いじられて、うん、いや、これジョーカーカルマですから。これジョーカーカルマ、うん、みんな調べ出して、ジョーカーカオスもありますけど、うん、なんで カルマにしたんですか。しんどいね。あと売ってない。あー、なるほどね。うん、ちょっともう返させてくれ、頼むから。いや、そんな、そう、すぐ返させてくれ。そんな納得できない、そんなこっちだ。だから、ちょっと今回第2回オーディションってことで。そうだよ、それはね、うん、もう一回俺がすぐのまた毒入れて。いや、これがね、俺オーディションの穴に気づいたの。お前が吸ってさ、うん、選んだじゃん、うん、違うのよ、お前は吸わないわけじゃん、今後、うん、そうじゃなくて、うん、俺が吸って、その横にいて、うん、一番心地いいタバコを選ぶべきだ。確かに。なんでカニが登場したんでしょう。それはそうだ。でしょ、俺は副領園担当だから、ね、そう、うん、サブだから、サブだから俺がここで今から吸うから、うん、それを横で感じて、うん、一番いいやつにして。あ、それだったらな。そう、まあ、納得ができる。で、今回、うん、タバコを3銘柄に絞りました。おう、ダビドフ、ジタン、ジョーカーカル。あ、でもね、これどっちも良かったよ、すごく。でしょ、うん、高評価だったでしょ、うん、分かった。じゃあやるんだから、高いし売ってねえし。そしたらもう一回俺にババ引かれないようにしろよ。ジョーカーだけにってか。バカ。はい、というわけで、早速ね、うん、タバコオーディションやるから、うんうん、ちょっと目隠ししてもらって。あ、なるほどね、うん、何吸ってるか分かっちゃうでしょ。それは確かに、うん、匂いだけで判断して、匂いだけで判断して一番心地いいやつを選んで。マスクの、うん、マスクの。ああ、口にじゃなくて。え、これ我々のチャンネルではこれアイマスクとして使ってますか。これ口のマスクじゃないですか。はい、ああ、アベノマスクみたいに言わないで。口のマスクじゃない、目のマスクで。目のマスクで。はい、見えてはないけど音では分かるから、ね、ガサガサしてるけど見えてはない。見えてはない、何も。じゃあ1本目吸いますんで、はい、1銘柄目。どんな感じなんでしょうかね。うん、ああ、火がついたら今、うん、ボシュって言ったからね、今吹きかけたな、貴様。いやいや、ふわーっとしてますよ。え、あー、でもこれはもうタバコですね、うん、ザ・タバコ。なるほど、これが1本目な。1本目でございます。はい、2本目はこちら。どちらどちら。あ、シュポって言ったね。シュポって言いましたよ、今吸いますからね。はい、はいはいはい、よいしょ。あ、うわあ、何これ、バニラの匂いがする。あ、すごいバニラだよ、すごい。何これ、こんなの俺吸ったっけな、お前。いい匂いですか。うん、いい匂い。タバコじゃないみたいな、なんか。ああ、うん、高評価ってわけですね、じゃあ。高評価なわけ。お前吸ってる、これ。吸ってますよ、ずっと喋ってるけど。吸ってる、吸ってる、それ。いや、お前のフォーのタイミングで何も来てないけど。吸ってますよ。吸ってる。はい、いい匂いよ、いい匂い。うん、お、じゃあ次行こうかな、次。うん、これは2本目はすごい良かった。じゃあ続いて3本目、こちらでございます。うん、どちらなのかちょっと分かんないけど、あ、いいや、ボシュッてしたね。つけて、う
ですね。うん。え？くさ。え？三本目これだよ。いや違う違う違う。え？くさ。くっせ。くっせ。くっせ。全然煙の匂いじゃないこれは。くっ、くっさ、うくっ、なんかな、ちょっと待って、ちょっと待って、なんで濡れてんだよ俺。なんで濡れてんだよちょっと。おい、これ煙、お前、おい、お前それ、なにこれ。煙の匂いじゃないんだもん、だってこれ。わかる、浄化カルマですけど。違う違う、浄化カルマはこれじゃない。臭いね、浄化カルマ、ね。これじゃねえか、浄化カルマは。浄化カルマもうやめとく。やめないよ。臭いから。なんこれ。で煙、これもなんでじゃあこれ何ナグチャンパって書いてあるけどさっきと同じ匂いがするよ。それダビドフですよ。違うダビドフ、お前測ったなてめえ。な何、いや何じゃないの。何番目が良かったの、ちなみに今の状況で何番目が良かったの。何番目、うん、1番だよ。じゃあじゃあ1番だよ。おかしいもん、こんなのこっちの方が笑われそうな喫煙所でこんなお香を吸ってるやつなんかちゃんとやれ真面目に。ダビドフ吸わしてくれ吸わしてくれよじゃない、ガチでやるじゃん。それはもうな、ガチね、分かった。何これ、あのアイマスクして、うん、置いとかなくていい、これを笑いなさい、ちゃんと笑うっていうな。おじいちゃん作家かお前。じゃどっち吸うか分かんないよ。ああダビドフか、ジョーカー。匂いで判断しよう。それ匂いで判断して、うんうん、その音も嘘くさいな。チリソン深いじゃないか。いいね。これはお前お香だぞ。もう分かったぞ。さすがに。こんな違うんだね、煙でね。煙一つで。続いては、こちら。くっさー、椎茸じゃねえかあ、うん煙だな、でも終わりです。うわっ、くせえ。3番ね、3番。3番椎茸だ、うん、3番何回もエントリーしてくんだもん。不合格だ、そいつはもう。アイマスク取ってもらって、これ一回切って、くしゃくしゃくしゃ。もう、俺のズボンにもズボンにピシャピシャ。最後に何番が一番絶対3番え3番だよ、3番。3番分かった、3番これなんで。俺がこれ吸うよ。いやいや、お前これ、これ吸うよ。喫煙所にこれ持ってきたから。ああ、もう3番選ばれたか。俺これ吸うよ、うん、いやいいよ、もうそうだったら俺吸うよ。これこれ以上に笑われるよ、もうこれ以上にいじられる。もう頭おかしくなったと思って。でもこれ吸ってたらもう多分テレビとか出れないよ。こんなん吸ってるやつ。そりゃそうだよ、吸いようがないんだもん、こんなの。何を吸うんだよ、これの。大丈夫、吸わしてくれよ。頼むよ。もうそこまで言うならもう吸っていいよ、これで。実際だから悩んでたしね、前も、うん、あ、そうね、最初候補に残ってたもんね。最初候補残ってたよ、全然。これでいい、うん、いいよ、もうこれでもう、うん、これがそんなに嫌ならもういいよ、もう、うん、いや、美味しいよ、うん、いや、正直言うと、うん、これも美味しいんです、うん、美味しいんですけど、やっぱりもう、うん、周りのゴミ芸人がさ、うるさいから。いや、もう分かるよ、もう、うん、俺ももう次、もう一回リベンジでもうビシャビシャされたくないんだよ、この俺の一丁ら、ビシャビシャになってんじゃん、もう、臭いわ、最悪。じゃあ、あの商品いらねえよ。嫌いなんだよ、一番もうダビドフ色の。いらない、いらない、ダビドフ色、確かにダビドフ色だけど。ありがとう。なんなん、分かった、分かった。じゃあ、今後、決まりました、はい、今後僕が吸うタバコはこちら、ダビドフクラシックでございます。俺もタバコも吸うし、フクリエも浴びるし、椎茸汁はつけられるし、なんだこの企画。やめろやめろ、なんで俺の膝小僧にビシャビシャにする。くっせえわー、はあ、臭い臭い。皆さんありがとうございました。臭い。